Weekend The Rampage with Gene Riku The Rampage from Exile Tribe。 皆さんこんばんは。 The Rampage from Exile Tribe リーダーのジンとボーカルのリクです。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、はい、いよいよ7月突入、うん、下半期一発目のウィーケンということで、はい、もう1年も残すところ半分ですよ。いや、早くない？うん、ぼーっとしてたらもう1年なんて過ぎちゃうからね。この前みんなでお参り行ったじゃん。そうやで。年明けな。そうだ、大吉だ、南吉だ、言うてさ。そう。うん、もう今、絶賛ね、バトルオブ東京の、ライブ真っ最中というところで。はい、いやー、さっきやってきたね。はい、千葉県がね、えげつないぐらいの盛り上がりになってまして。疲れたいや、そんな、あれすぐそこでね、やってますけど、でも、負けてられへん、このスタジオも。ねえ。メッセ以上の、うん。めっさやばい盛り上がりやっていきましょうよ。あ、ちんくんごめん。惜しいな。惜しいわ。インフレてなかったな。言いたいことはわかるよ。わかるけど惜しいわ。ということで、まあ今日も、はい、しっかりと皆さんの週末盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それではそろそろ行きましょう。Weekend The Rampage! We're here!お送りした曲は7月31日リリースのニューシングルから The Rampage from Exile Tribe で Welcome to Paradise でした。下半期もパラダイス Weekend The Rampage with Gene Riku The Rampage from Exile Tribe。ウィーケンドザランページ、お相手はザランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリクです。改めましてよろしくお願いいたします。お願いします。番組終了後9時30分からは、ニコニコチャンネルでスペシャルな動画配信も行います。このスタジオの様子をスマホパソコンで楽しむことができますので、詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してみてください。はい、お願いします。ということで、さあジンくん、はい、何しよう。いや、リクさん、え、それほんまに言うてんので、どういうこと、本当に言ってるよ。あさっては7月7日、七夕やで。おぉ。だったら、願い事せな、あかんやろ。何この打ち合わせ感、マックスのこの段取り。すごいわ、ほんとに。ま、実はね、うん、去年もこれと全く同じことしてまして、うん、今の茶番も全く一緒です。うん、うん、記憶に残ってるよ。うん、やった。同じくだりを。まあ、七夕近いので、はい、まあ、短冊に書いた願い事発表していきたいなと思うんですけど、はいはいはい、僕まだ書いてないんで、リクさん発表してる最中に書いてもいいですか。OK、じゃあ僕、もうありきたりですよ、僕は、はい。僕の願い事はこちらです。皆さんが病気や怪我することなく楽しい毎日を過ごせますように、リク。あら。まあ、こういうお願いも必要かなと。はい、思っておりまして、これは本当に心から願っていることですので、はい、まあ、メンバーだけでなくて、聞いてくださっている皆さんとか、全員がとにかく病気や怪我することなく楽しくね、うん、過ごせたらいいなという願いを込めて書きました。よろしくお願いします。はい、書きました。お、ジンくん。いいですか？はい。まあね、リクさんの願いも同じく素敵なんですよ。僕も本気で考えました。いいですか？本気って言ったね。はい。うん。いきます。はい。ウィーケンが1時間になりますように間違いない。よろしくお願いします、スタッフの皆さん。はい、お願いします。ということでね、やっぱね、はい、少しでもね、うん、このウィーケンをね、うん、盛り上げていきたいって僕らの思いもそうですけれども、うん、まあね、たくさんの人にね、もっとこういろんなこう、うん、思いとか、間違いないです、音楽とか伝えたいなと思って、もうね、ウィーケンに関わってくださってるマネージャーさん含め、はい、全てのスタッフさん、はい、よろしくお願いします。僕らも頑張ります。でも、まあ、まずはね、僕らがこう番組をこう面白くしていくっていうところ、間違いないですよ、のこうが必要だと思うので、うん、僕も、しっかりと神様に頼るんじゃなくて、うん、自分たちで頑張っていきたいなと思います。それは間違いないです。はい、ということで、はい、ここでね、番組スタッフさんからも、願い事が届いているそうで、うん、紹介していきたいなと思います。そのスタッフさんも1時間になりますって願ってたらやばくない？いや、これやばいよ。やばいよね。じゃあちょっと紹介します。はい、配信を担当してくださってます。小笠原さんです。はい。オリンピックのチケットが欲しい。コリ番組関係ないよ。おい、コリちょっと、なるほどね、結構リアルタイムで。わかる、わかる、はい、本当にわかる。SNS とかで芸能人の方が当選された方が、こう、うん、ね、なんかつぶやいたりしてるじゃないですか。ね、それがちょっとバズったりとかしてて、ね。なかなかね、オリンピックのチケット手に入らないみたいですからね。うん、そうね。いいですね。リアルやな。はい、続いていきます。週末にバーベキューをするので、最高の天気になりますように、終身名誉ディレクター、太田。
太田さん素晴らしい、しかも字綺麗、あ、そうなんですね。週末休みに取られるんですかね、バーベキューされて。あ、なんか久しぶりになんかこう太田さんの空気感を感じたっていうか、ね、いや会いたいわ、会いたいですね、太田さん、ね、ありがとうございます。終身名誉なんですね。続きまして、はい、川島さんの演劇が成功しますように、 BFM ツイッターの人。おう、ごめんなさい、字汚っ。ちょっとちょっと汚っ。あー、いいですね。僕とタメ張りますね。もうね、あ、しかも川島さんの島の字間違えてます。そう、ほんまに なんですかこの、あくまで自分はなんかこう覆面のみたいな、なんか、ね、雰囲気出てますけど、ほんまに字間違えてますからね。書いてくださいよ、本当に。あ、じゃあ行きますよ。はい、1週間、LINE が未読スルーの女の子から絵文字たっぷりのテンション高めの返事が来ますよ。誰やねん。もう作家川島。もうちょっと途中で笑ってもうたんですけど。何、返事が来ないのよと。未読する一週間はちょっと長くないですか。これね、多分ね、向こうの作戦だと思います。だからここで我慢して、こうね、こう、続けて送ってしまいがちじゃないですか。気になって。うん、あ、そうなんだ。ジンクはそういう人なんだ。いやいや、俺は、ちょ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 。でも、まあね、まあいろんな、ね、出会いありますから。まあでもね、でも、なんか、もうさ、文通じゃないんだからさ、見たら、はよ、返事しなさいよって、ね。あ、こんだけ、作家の、作家の川島さんですよ。いろんな番組手掛けてる方の、こう、なんで、文才でも、女の子は落ちないんだと思いますよね。思うね。それか、もうそこ以外のちょっとあの、だらしねえところがいいね。それはあると思いますよ、絶対。それは絶対あると思いますよ。スタッフさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ではここでですね、リスナーさんがレコメンドしてくれた楽曲をお送りいたしましょう。ビリー・アイリッシュで、My Strange Addiction。No, Billy, I haven't done that day. My Strange Addiction。はい、お送りしております楽曲は、ビリー・アイリッシュの My Strange Addiction っていう楽曲なんですけれども、この楽曲はですね、石川県のういちゃんさん、18歳からのレコメンドです。18歳、渋い曲聞きますね。ねえ、私のレコメンド曲は、ビリー・アイリッシュの My Strange Addiction です。サビで繰り返される You are My Strange Addiction は、なんだか私、あなたに夢中なのって意味で、誰にも説明できないくらい、何も手がつかないくらい、あなたに夢中という思いを描いた楽曲になってます。もちろん私はお二人に夢中で何も手につきません。わらということなんですけども、このね、ごめん、最後のわらいらんで、丸だけでええわ、すごいですね。でもどうやってこの、まあまあね、ビリー・アイリッシュ最近すごい ね世界的に来てて、まあ年齢的にも多分ウイちゃんさんと変わらないです。めっちゃ若いんですよね、近いよね。多分同世代の方がこう歌う曲だから、こう内容とかね、共感できるみたいなところあるんじゃないでしょうか。いやでも 10代でなんだか私あなたに夢中なんて。いやいや、なる言う、余裕でなるってなるか。うん、俺はダンスにだけ夢中やったで、ちなみに。うっさい。そういうのが聞きたいんじゃない。あ、まあ結構あの、これ自分で言うのもないけど真面目やったんで。あ、真面目だったってことは今は違うってことですか。いや今はもう揉まれに揉まれまくってるから。なるほど、ね、いろんなものいろんなものね。はいはいはい、いやでもなかなかね、いいあの渋い楽曲をね、そうですね、ういちゃんさん選んでくれましたけど、結構じゃん、毎回ねこのリスナーさんのレコメンド、ジャンル違うんで、楽しみなんですよね。楽しみ、本当に。 あの有名な楽曲以外あんまりビリアリッシュ聞いたことなかった。間違いない、ろいろ聞いてみたいなと思います。ねえ、いやもうね、ういちゃんさん本当はね、夢中の男の子がいるんじゃないですか。 いるでしょ、社交じゃないでしょ、この二人夢中で何も手つかないで、これ本当のこと言ったっていいんですよ。ツイッターでお待ちしてます。ハッシュタグで送ってください。お願いします。はい、ということで、お送りした曲はビリー・アイリッシュで My Strange Addiction でした。 Weekend The Rampage JOGBさて、ここからはメールテーマ、〇〇の秘密を紹介していきましょう。人には言えないあなただけの秘密や、あなただけが知っている友達の秘密を送ってもらっております。あらら、はい、じゃあ早速、いきます。埼玉県在住の19歳の方、クラゲさんです。クラゲさん、上京してきて一人暮らしをしているのですが、会うたび毎回やたらとハグされます。19でお父さんとハグするの気持ち悪いですかね。
いや素敵すぎるよ。素敵なご家族じゃないですか。素敵すぎるよ。はい。うん。なんかちょっとこうほっこりする一枚目というか、これって、うん、あの毎回毎回後半にちょっとえげつないの来るんで、うん、怖いんですけど、なんかこういうね、うん、なんか秘密があっても全然いいなと思いますけど、ね、僕親と全然しますけどね。そう、うん、なんなら年始にこう家帰って、うん、東京にね、うん、帰るときに、うん、あのバイバイってハグしてから帰った。あ、そう、優しい、うん。俺なんかお母さんからなんか、あー、ジン君やーって言ってふざけてやられるの、うん、俺ムーやからな。え、今何が起きたん？ちょっとやっぱ照れくさいじゃないですか。うん、わかった。つって。じゃあちょっと嬉しいでしょ。ちょっと嬉しい。もう直さなあかんなと思うんですけど。はい、はい、じゃあ続いていきますよ。はい、岐阜県里美久さんからの秘密。うん、うちの愛犬。花ちゃんが爆睡するととんでもないことになります。いろんな表情を見せてくれるうちの子がやっぱり一番可愛いと思う親バカです。笑う。で、写真添付されてるんですけど、うん、あの目がすごいことになってるんですよ、うん、あの白目というか半目というか、うん、あのこちらをものすごく睨んでおりますって。うっさほんま。でも普段可愛いんやろうなっていうのも、うん、この顔から想像できます、うん、想像つく。ちょっと後で動画パートでこれ紹介しましょう。紹介しよう。はい、伝わんないですね、うん、これね。間違いない。はい、続きまして、はい、神奈川県にお住まいの片見さんですね。片見さん、こないだ友達5人でドライブに出かけたんですけど、車内でおならをしてしまい、臭い誰となってしまったので、いつもふざけてバカ言える男子のせいにしてしまいました。本当にごめんなさい。ぷー。これは結構リアルな悩みですね。これ悩みじゃないわ、秘密か。へえ、こいだんか、片見さん。まあまああるよ、それは生理現象ですから、うん、リハとかでもたまにありますもんね、やっぱ、うん、ジャンプしてたら結構ね、うん、僕は出る方です。そうならコキラーですよ、へえ。一回ねラジオでも言いましたけど、へえ、コキラーです。いや絶対出ますから出るって、まあ、まあでも女の子したらその時はね、多分その時の嘘は結構合法だと思います。もう男子のせいにしましょう、うん、男子も男子で多分そこも察して察して俺俺って言ってあげたら、うん、言った方が、うん、もうみんながもう安全にことが終える。僕どっちかっていうとぜあの全力でお前からするって言っちゃう。うわー、ちょっともう二度と一緒にドライブ行ってくれへんで。まあそうね。はい、じゃあ続いていきます。はい、あ初めての方が、おざっくり感謝丸さんから。おー、すごいね。弟が某女性アイドルのファンなんですが、うん、こっそり私もそのアイドルにハマってしまい、うん、弟が行きたがっていたけれどバイトで行けなかったライブに実は私は一人で行ってました。あ、これ弟くん知ったら怒るよ。うん、怒るよこれは。いやー、これね、だから弟でしょ、うん、まあ多分お姉ちゃんなのかな、うん、で多分財力もお姉ちゃんの方があるわけですよ、うん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 、だからそのアイドルにハマったら、うん、多分本気出したらお姉ちゃんの方が多分あれね、まあ、つぎ込めるんですよ。活動できるよね。活動できるんですよ、うん、これ弟にバレたら、やなバレたらちょっと兄弟喧嘩になりますよ。 OK、 続きまして、はい、兵庫県お住まいの RIN. さんです。はい、実は好きな人には彼女がいるのに毎日一緒に帰ってます。彼は遠距離恋愛中です。え、ちょっと待って、好きな人が彼女いるんだ。これはこれやばいな。いや、僕だってその離れてる相手の立場だったら正直嫌です。嫌よ、これは。うん、いや楽しい楽しい。いや、だから相談に乗ってるとかさ、うん、そんなんやったらまだいい、まだ許せますよ。まだ全然いい。でもその、うん、共通の話題で盛り上がるとこまで行ってもうたら、うん、あのごめんですよ、アラエヌドッツさん。あの、ね、多分ね、これね、一緒に帰ってるどころじゃ住んでないと思う、僕はね。正直。いや、あのね、ある程度のラインまで行ってますよ、これ。僕はダメだと思いますよ。あのね、誰かしら傷つきます、これは、うん。正直に言うと。で、うん、相手の方も絶対中途半端なんで、うん、それはどっちか、じゃあもう、僕だったらもう強引に、どっちかというと、うん、どっちなのってもう聞く。蹴りつけた方がいい。蹴りつけた方がいい。うん、だから、その好きな人に、ね、彼女いる知ってるんだったら、うん、その子と私どっちと聞いちゃった方がいい、うん、で男ははっきりしないんだったら、うん、その中途半端な男と一緒にいるべきじゃないっす、うん、だからもう次会う時に私の彦星になってくださいって言ったらええな。それでそれだけではい、ラストです。ラスト、匿名希望さんから。お、7月の下旬に2年付き合ってる彼女の誕生日なんですが、プロポーズしようと思ってます。おお、頑張れ。すごいっすね。これは頑張れ。
2年付き合ってる彼女の誕生日、うん、プロポーズ、うん、いやーこれちょっと成功してほしいですね。ちょっとこれ短冊に書くわ。お、リクさん書いて、ちょっと願いを込めて。あ、で、あと動画パートでね、いやー2年か、ご年齢とかも書かれてないんで分かんないんですけど、うん、もし成功した暁にはちょっと本当にね、またメール送っていただきたいです ね。これはちょっとじゃあ僕の久々にパワー、うん、出しちゃってもいいですか。結構これあるんですよ。なんか久々にパワー聞きたいなみたいな、うん、ちょっとだけやっぱリスナーさんいてて僕のパワーのいいっすか。ちょっと鼻声なんですけど、すいません、いきますよ。パワー。ここ最近で一番出たんじゃない。ああ、うん、ふぅ軽い酸欠や。ということでですね、はい、こんな感じでたくさんメール送ってきましたけれども、はい、はい、ということで、まあ今日はねメール以上になりますが、次回から新しいテーマでメール募集しようと思います。題して VS 〇〇ということで、バトルオブ東京にちなんでのテーマです。はい、あなたが今何と戦っているのかを教えてくださいということで、はい、まあね、今ジュニアエグザイルでバトルオブ東京絶賛、ライブ開催中ということで、うん、これからねこのプロジェクト盛り上がっていくんじゃないかなというところなんですけれども、うん、まあバトルというところで、うん、自分が何と戦っているのかっていうのを、まあちょっとメールで送っていただきたいなっていうところで、もうすぐそういうのに掛け算してきますよね。いや、これ、あ、これ美味しいなってなったら、まあまあ美味しいですけども、まあね、ありがとうございます。ということで今回はスタッフさんが考えた例題をねちょっと紹介していきたいなと思います。はいはい、はい、スタッフ1号 VS 緑茶杯。何やねん。居酒屋に行くと必ず一杯目から緑茶杯を頼むんですけど、3杯ぐらいでやめようかなと考えていてもついつい頼んでしまいます。あの艶やかな緑色が僕を誘惑してくるんです。ちょっとソフトドリンクを頼もうかな、次はハイボールにしようかな、そう思ってもあいつは僕を誘ってくるんです。クソ、あいつが倒せない、でもいつかは必ず倒したい、負けるもんか。 PS 今日も帰ったら飲む予定です。いや、それ緑杯と戦ってるんじゃなくて自分の欲と戦ってるでしょ。何を言ってんの。ずっと僕は何を読ませられてるんですか。自分を律しなさい。でもめちゃくちゃわかります、これは。多分これ川島さんじゃないですか。あ、や、でしょうね。でしょうね、うん。めっちゃわかります。いや、わかるよ、うん。うん。僕は逆、僕はあれなんですよ。うん、ハイボール頼んで、ハイボールが糖質低いから。うん、でもちょっと途中でやっぱレモンサワー頼んじゃうっていう。ああ、頼んでるイメージある。いや、僕ね、一杯目ビール飲むじゃないですか。二、はい、杯目にビール行くか、うん、ハイボール行くかで俺めっちゃ戦う。うん、これあるあるですね。そう、わかりやすい、超わかる、うん。続きまして。はい。スタッフ2号さんの、メールです。タイトル、湿気。私一応女の子だからな、お出かけの前は必ずヘアアイロンを使って内巻きにくるくるって巻くんですけど、湿気アイロンのせいで気づいたら外巻きにされてるんですよ。せっかくバッチリ決めたのに。でもあと数週間もすればあいつをノックアウトすることができる。だから私絶対に負けないんだから。誰やねんこれ。多分ブースの外の高野さん、もきち外巻きなんですけど大丈夫ですか。もきち外巻きなんですけど、すげえ外に巻くじゃないですか、はい、うん。あ、外にうねっちゃうんですか。なるほどね。女性ならではのね、うん、まあ梅雨の時期ですから、うん、っていうか太郎さんってこういう文章打つんすね。俺そこにびっくりっす。あら、それ寝るように頑張ってくれたんですかね。あ、うん、まあ、か、そういう普段がそういうなんかギャップを使い回してる気がしますけどね。うわ、そうやって男にしか見せないね、好きな人にしか見せない一面があるんでしょうか。はい、諦めて、まだまだ頑張ってますから。はい、行きますよ、続いて、スタッフ3号 VS 仕事の上司。上司がとても口うるさくていつもイライラさせられてます、うん、でも先日あまりにも理不尽にだからお前はダメなんだよと言われてしまったのでカチンと来てしまい、うん、ダメって決めつけてるけどあなたは完璧なんですか。ダメなところは一つもないんですか。そもそも否定してるばかりでアイディアの一つも出さないんじゃないんですか。え、何様なんですか、何のためにあなたはいるんですかと思いっきり言い返してやりました。上司はちょっぴりしょぼーんとしてましたけど、まだまだこの戦いは続きそうです。これはね、詮索しないでおきましょう。うん。うん。ね、本人たちが一番わかってるから、うん。うん。結構ね、ガチのやつこれ。結構ガチだねこれ。結構ガチ。いや、このレベルのやつは皆さんに欲しいね。うんうん、だからね、まあ、こう、浅いのでもいいし、こう深いのでもいいし、うん、まあ、うん、戦いなら何でもいいと。うん。うん。
ね。送ってたけど、結構なリアルだ。ちょっとね、リアルすぎて何も言えね。面白いっすね、でもね。面白い。こういう感じでね、皆さん、こう、送っていただければ嬉しいなと思います。うん、はい、はい、はい。こんな感じですね、あなたが今戦っているもの、戦いの内容をセットにして送ってきてください。はい、受付メールアドレスは rmpg@bayfm.co.jp です。メールの件名には、テーマと書いてください。はい。ではここで一曲お送りいたしましょう。 The Rampage from Exile Tribe vs Fantastics from Exile Tribe で Mix It Up。 お送りした曲は The Rampage from Exile Tribe vs Fantastics from Exile Tribe で Mix It Up でした。さあ、BFM からお送りしてきましたウィーケンドザランページ、そろそろ別れの時間です。この後ニコニコチャンネルにてスペシャルな動画配信を行います、はい、皆さんと一緒に番組を盛り上げていきたいので、詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してみてください、はい、動画で楽しむウィーケンドザランページ見れる方は引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お知らせです、去年に引き続き森永製菓アイスボックスのイメージキャラクターを僕たちランページが担当しております、はい、そのタイアップソングを含んだニューシングルが7月31日にリリースです、はい、アルバムバトルオブ東京エンターザジュニアエグザイルが絶賛発売中でございます。幕張メッセ国際展示ホールでライブも開催中でございます。はい、ということで、まあ、この夏ランページとしてもすごくたくさん活動させてもらいますので、皆さん、はい、ぜひチェックよろしくお願いいたします。お願いいたします。さて、ウィーケンドザランページ、ここまでお送りしたのはザランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリクでした。バイバーイ。